まあ大体100日くらいで収穫できるんじゃないかなというふうに私の方は計算しまして、やっていきます。黄色い袋の先ほどご紹介しました超微生物ですね。やるんであればやっぱりこの資材っていうのかな、清水さんが使っている資材っていうのがやっぱり一番合うのかなという形でございます。ではこちらチェーンポットの方をまず展開していきますね。こちらにまあもう皆様方ご存知ですよね。今回は新しくネギ始める方にも向けてもちょっと丁寧にやっていきたいなというふうに思います。 CP303 のこの展開キットを使うとこのような形で展開できます。展開枠にこのような形でこのずれないようにですねしっかりとこの突起にチェーンポットをはめるという形です。これだったらこの CP303 というのが上に向けてこの文字が上の方向に来ないとちょっとねあべこべになりますんでしっかりと文字の方上に読めるような方向って言ったらいいかな、やってください。これで展開しました。ここにこちらですね育苗箱セットしていきます。ここに育苗の土を入れていきます。はい、こっからが大事なのでよく見ておいてください。このような形で入れていきます。たっぷりと入れます。はい、こんな形で、まあ、押し込むって言ったらいいのかな、うん、もうぎゅうぎゅうに詰めていくという形です。でこのようなやり方ですとなかなかですね詰め切らないという形になります。まあ私のやり方ですけどもこのような形ですり込むって言ったらいいのかな、この穴に、うん、穴にすり込んでいくって言った方がいいかもしれません。そうするとやっぱりですねしっかりと入ります。押し込まれるという形でございますのでこのような形で押し込みます。で真ん中っていうのは基本的に土が入りやすいです。でこの隅の方向っていうのが土入りにくいのでこの辺りをしっかりと入れるようにします。なのでこんな形ですよね。隅の方にこうやって土の方を押し込んでいく、すり込んでいくって言ったらいいのかな、うん、こんな形で、すり込んでいきます。で、入れました。で、展開枠外します。で、外したところに、こんな形で土入れて、もう一回鳴らしてあげましょうという感じですね。で、これで土が入りました。これを今度ブラシで、吐いていきますね。こうやってそうすると穴が見えてくるという感じです。ね、こんな形で見えましたとなって、じゃあこっち種まきの方に来て私はやるんですけども、まあ僕ね基本的にワンオペ一人でしかないです。で副動は妻に任せてやっていただいておりますね。でまあ、これ展開枠にあったこの穴ですね、まあ、一度私やります。まあ、穴開いてれば別に必要ないんですけども、こんな形で押し込んでやると、まあ、種が落としやすいかなというようなそんな形ですね。はい、ちょっと丁寧にやってますけどね今ね、こんな形です。で穴が、まあ、開けられるという感じです。で、こちらが展開枠に沿った形の、まあ、日展のポットルですね、見てわかる通り2流3流3流2流2流3流3流みたいな形であります。今回私がやっているのは 2.5 流というようなそんなポットルのこちら種類でございます。今回3流もやりますけども2流があって3流があって 2.5 流があってという形で、私この展開枠このポットル3種類持っておりますね。はい、まあなかなか持ってる方かなというふうに思いますけども、ここに種の方を落としていきましょう。はい、こんな形です。種を落としてこの種がしっかりとここに入る形ですね。こういうふうに入れていきます。なので私の場合ですとここでやるんで、若干こっちに傾斜つけてこっちに種がね逃げるような形をとっているんですけども、まあ、この辺りも本当にですねちょっと本当に人のやり方それぞれありますので、まあ、ご自身のその作業場のスタイルに合ったものを、まあ、工作というかなしていただくのがいいかなというふうに思います。
はい、でしっかりと狙い定めてですね、こちらの方はこれの穴にこの、ところが合うような風に作っていきます。慌てるなという感じですね。しっかりと合わせていただく。よいしょ。では落としていきましょう。パスパスっていう形ですね。はい、こんな形で入りましたという感じです。でやっぱりですね、どうしても若干ずれますんで、こういう形でピンセットあればね、ここ1個ずれてるとこあったりとかすると、こう入れていくという感じですね。まあまあこんな形でちょっとずれてるのがあればピンセットで直していただく。まあこういうのがないように、しっかりと狙いを定めてやっていくっていうのが、まあ時間のロスって言いますかね、作業効率に関わってきますので、しっかりと狙いを定めてください。こんな形です。はい、そして、こちらですね、じゃあどれくらいのバイドを詰めるの、どれくらいの幅度をかけていくのというのが、まあ、あると思います。まあ、適当にやればいいというもんじゃありませんので、すべて数字で管理していきます。なので、まずこちら折りですね、一般的な折り、これが何グラムあんだいっていう話で言えと、おおよそですけども、まあ、0.6 くらいになるんですかね、600グラムくらい、600ちょっとあるかなっていう形ですよね。うん、まあそんなにこれは種類によっては違わないかなというふうに思いますね。で土を詰めて、こちらチェーンポットと種を置いた、こちら重さっていうのが、今でいうと3.05という形になりますね。 2.45 キロという形で重さがなります。まあ、こんなもんかなっていう形になりますんで、私の場合ですと土詰めて、こちら乗せた時の数字でだいたい3キロ弱くらいかなというふうに、しております。うん、まあ、土詰めて、折りとチェーンポット、こちら種を合わせておおよそ3キロくらい、という形になります。そしてこちらが幅度でございますね。幅度もちょっと開けてみましょうか。先ほどのバイドが30リッター、こちらが24リッターです。で、作れる量っていうのがバイドで、私のこのグラム、先ほどお見せしたグラムキロで、おおよそですけども6枚作れないくらいです。 5.5 枚くらいかなっていう印象ですね。はい、でこちらが幅度なんですけども、こちらは24リッターで、だいたいですけれども10枚ちょっとかなっていう形ですね。12、3枚までいけるかな、いけないかなっていう形ですね。はい、そして、こちらがこの中身ですね、粒になります。赤玉土という、ものになりまして、この粒がですねしっかりと立っているのがわかるかなというふうに思いますけども、色が変わります、水を含むと。うん、で乾燥するとこのような色になってくるんですけども、水があるとこないとこっていうのがこの赤玉土を使うことによって非常にこうわかりやすい。で、プラスこの計算が非常にこう豊富な幅度になりますので、まあネギ自体もやっぱりこうカシッとこうね、固くバシッとしたようなね、あのネギができてくるというような形でございます。はい、それではね、こちらに今度幅度をかけていきましょう。先ほどこちら測りをお見せした時には3キロでした。でおおよそですが、あの幅度かけて、鳴らして、そうですね、1キロから 1.2 キロくらい、こちらを目安に幅度というのをしていきます。じゃあちょっとかけていってみましょうか。注意点としましては、種が動かないようにしていただくっていうのがね、非常にこう大事でございますね。まあ、あの幅度かける、あの機械っていうのも変ですけども、なんつうんだろうな、あの商品も売ってますけどね、私の場合ちょっと今ないので、年明けの分にちょっと買っていこうかなというふうに思っております。まあ、今回は手で、やっていきますね。このような形で、かけていきます。まあ、種が浮いてこないようにしてください。動かないようにって言ったらいいのかな、はい、そこだけちょっと注意してくださいね。こんな形で、まあ、まんべんなくかけて、これをちょっと鳴らしていくというような感じですね。私ね、これ下手くそなんですよ。どっちかというと妻にやってもらってるんで、妻の方が非常にこう上手なんで、私やらないんですけどね、これね、私は種まきの方が合ってるなっていう感じで、やっておりますけどね。はい、まあ、これもやっぱりちょっとあれだ、年明けちょっと幅度でこうカラカラカラってやってね、あの合わせてねできるやつあるんですよ。それをちょっとあの高いもんでもないんで買ってやった方が楽かなと、で性格綺麗にいくんじゃないかなというふうに思っておりますんで、それをちょっと使っていこうかなというふうに思っております。
はい、大体これで鳴らしました。で、数字として4キロ弱あればいい感じです。まあ、ちょうどいいですね。はい、ちょうど1キロでございますね、雨漏りで。まあ、こんなもんかなという感じです。で、1キロより少ないとダメです。これはもうきっちりと数字把握してやってもらった方が、苗も、それから、まあ、発種した後のその育苗管理っていうのかな、それが、なんで良かったのか、なんで悪かったのかっていうのを、やっぱり、なんぞ、検証するためには、やっぱり全部同じ数字でやらなければいけないと、こういうふうに私は思っておりますので、1キロから 1.2 キロ、で、1キロを切らないような、その、覆土というのをですね、しっかりとかけてください。で、これをですね、並べていきます。そこのあなた、高評価、コメントもよろしくね。はい、それではね、こちらにね、並べていきます。よいしょ。まあ、このですねスペースっていうのがどれくらい開けてるんだいっていうふうに言われるとちょっと難しいところではあるんですけれども、まあ大体本当にこんなもんですね、こんなもん3センチとか2センチくらいの間かなというふうに思います。まあもうちょっとね、このなんつうんだろうな、大きくハウスがあって育苗スペースがしっかり取れるよっていうんであれば、やっぱりですね5センチくらい、しっかりと四方開けてもらった方が、まあ、競争はしないですよね、競争はしないですし、しっかりと光が入るので、大丈夫かなという気はします。まあ、でもこれでも私やってて全然問題ないので、こちらでやっております。まあ、水糸張って、このなんていうかな、まっすぐにできるような、形でやっております。で、私の場合ですね、これはブロック分けにしております。畑でもそうなんですけども、一応そのブロックに分けてて、なんて言ったらいいんでしょうね、この作業スペースっていうのをちょっと作りたい感じなんですよ。要はこれ開けておくことによって、まあ、例えばやっぱりですね、どうしてもそのパッと見た形わかると思うんですけども、光が当たる場所、こっちやっぱり若干やっぱり影になりますね。影になるところと光があるところで、どうしてもやっぱりそっちの方が光が当たるので、誇張しないですよね。で、こっち光が当たらない方になりますと誇張がしやすくなります。要はこっちの方が伸びるという形ですよね。なのでこっちとそっちを入れ替えるとか、そういったことをするにあたって、やっぱりこの作業スペースっていうかな、通路を開けておくと非常にこうそういったこともしやすいですし、あとはそうですね、例えば何かしらのカビの病気とか、そういったこともあった時にこのブロックで、まあ、なんとかできることもあるかなというふうに思います。特に補助においては、私消毒とかもするんですけども、その時の、ブロック分けすることによって、このブロックが終わったっていうふうにね、まあ一安心するっていうような、そんな、まあ、内心的なね、ほっとする、まあ、メリットというのもありますし、そういったスペ産業スペース、病気のか、まあ、止めるっていうかな、そういうのを拡散させないようなイメージで、こちらの方ですね、スペース1列、まあ10枚につき、なんですかね、このスペースを1つ1枚分開けているというような感じです。はい、これで、やっている感じですね。そしてこういう風に並べてきました。次が被覆って言いますか、温度の確保の仕方なんですけども、水かけます。そして、パオパオって言われる不織布をかけます。そしてビニールですよね、まあ、ノーポリっていうか PO フィルムを上にこうベタ掛けしますね。そうして乾燥させないような段取りを組みます。またそれやるときにはお見せしていきますね。で、そしてその上にこうトンネルですね、まあ、今まだちょっとトンネルだけにしておりますね。はい、トンネルだけにしまして、でその後に今度シルバーポリトをこちらの方をかぶせて遮光をしていきます。で、遮光した上に、今度はほかほかさんマットかけていくというような、そんな段取りを組んでおりますので、またそちらの方は詳しくですねやるときにお伝えしていきますけども、とりあえず今回の方はこうやって並べてやっていますねと。今回の動画に関しましては発種ですね、こちら実際にやっているところをお見せしてきました。まあ、チェーンポットを展開してね、土を詰めてそこに種を落としてっていう形です。一番気をつけてほしいのが数字ですね、数字。土を何キロ入れて、で、覆土を何キロかぶせてっていうのを、こちらをしっかり守ってください。土詰めて、まあ、チェーンポットと土と種を合わせた重さっていうのがだいたい 2.45 キロでした。で、覆土というのが1キロから 1.2 キロくらいの間でかけています。はい、で、まあ、水をこの後かけていくんですけど、水を2リッターかけると、そうすると、まあ、4キロ
ちょっとだったのが 2リッターかけると、まあ、およそ6キロくらいに1枚になっていきますっていうようなね、そんな形でございます。まあ、全てね、あの重さといいますか量、こちらをですね、あの確実にあの守っていただくっていうのが、あのこの土の量とそれが腹土の量を、こちらを均一にするのがやっぱり大事かなというふうに思っております。うん、あと特に難しいことはないんじゃないかなっていうふうにはね、今のところ思っております。あと、まあ、発芽させるためのやっぱり一番大事なのが、まあ、水やりました、光を遮りました、何が大事ですかって言われたら、何が大事ですかって言われたらやっぱりですね、温度なんですよ。うん、特に今日中すごく暖かいです。日中のこの温度帯っていうのが、まあ、15度から20度というのはまあできるんですよね、このハウスの中ですと。うん、ただね、ただなんですよ、あの夜、これがすごく寒いですよね。うん、ここの温度をどうやって確保するかっていうのがですね、まあ、一つの、あの課題というような形で、私の場合ですとね、まあ、こちらに温風機ありますので、温風機で、まあ、設定して、まあ、大体10から15度くらいの間で、発芽するまでは設定しておりますね。はい、その後はもう発芽さえしてしまえば、うん、あの夜はそうですね、5度くらいから10度くらいの間、ちょっとね、あのワンランク下げたあの温度台にしていきます。まあ、あのそうすると、まあ、そんなにですね、徒長もしなくて済むような、まあ、日中が暖かいんでね、大丈夫かなという形でございます。まあ、日中が曇って雪降ったりとかすると、やっぱりあの温風にサーモついてるんで、それで吹いてはするんですけどね。うん、大事なのは空間温度が大事だと思っております。このハウスの中が何度なんだいっていうね、そこが大事で、夜もそこが一番大事なんですよ。結局地温のホースで、温水であったり、それから電熱線であったりだとか、そういったことでやると、下はあったかいんだけどもね、空間温度っていうのがやっぱ寒いんですよ。うん、私はあの地温よりもやっぱり空間温度の方で管理していく方が、発芽ムラがなくしっかりとした育苗ができるんじゃないかというふうに私は思っております。もうちょっと暖かくなってくれば別ですよ。別なんですけども、この玄関機で発芽させて、ちょっと最初の方の育苗をしていくってなると、やっぱり空間温度を夜間も夜温も確保していく必要があるんじゃないかなというふうには思っています。まあ、あの、この温風機がね、ある、なし、いろいろ、こう、いろ、ね、あの、いらっしゃるかと思いますので、一概に言いづらいんですけれども、基本的にやっぱり空間温度で、この温度を上げていく、温風機使っていくっていう方が安定はするかなっていうふうに自分は思っています。はい、まあ、皆様方も参考になれれば幸いです。はい、私インスタグラムとツイッター X ですね、やっておりますので、よろしければそちらの方のフォローもぜひねお願いいたします。またこの動画良かったよ、楽しかったよ、まだ見ないよっていう風にね思ってくださる方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、来年度ですね、またいろいろ動画撮っていきます。ネギビトカンパニー行って、清水さんともね、いろいろこう動画撮っていきますし、惜しみなくですね、この栽培方法は皆様方の方にお伝えしていけれるように、あの動画の方作っていきますので、来年度も一つですね、よろしくお願いいたします。はい、また次の動画でお会いしましょう。皆様方本当にね、いつもご視聴ありがとうございます。バイバイ、したっけないご視聴ありがとうございました。